ニック・キャッスルはアメリカ合衆国の映画監督、脚本家、俳優である。1947年、カリフォルニア州ロサンゼルスに生まれる。父親のニコラス・チャールズ・キャッスル SR も業界人で数々のミュージカル映画の振付師などを担当した USC スクール・オブ・シネマティック・アーツで映画を学んだ。現在では俳優、映画監督、脚本家と 多様な才能を発揮している。俳優としての出演作品は少ないが、うち3本は、ジョン・カー・ペンター監督の映画で、特にファンの間では、同監督の出世作、ハロウィンに登場するマイケル・マイヤーズ役で知られている。また、ニューヨーク1997では、脚本を手掛けている。役者以外では1991年に、スティーブン・スピルバーグ監督、 ロビン・ウィリアムズ主演で制作されたファンタジー映画、フックでは原案を担当したほか、2007年の奇跡のシンフォーニーでも同様に原案も務めている。2001年に監督したアントニー・エルチン主演のデリバリングミロは、ブリュッセル国際ファンタスティック映画祭などで賞を獲得した。ありがとうございます。